皆さんこんにちはゆみこでですす久しぶりのラジオ配信です本当はね動画撮りたかったんだけどちょっと今日午前中あのワンちゃんの仕事入っててあのまあもちろんノーメイクで頭はボサボサで服もなんか変な T シャツでちょういんで <laughs>。 さすがにこれは人様に見せれるものじゃないと思ったので、あのー、声だけにしました。<laughs> なんかね、改めて別の日に、とっても良かったんだけど、ちょっとリ、リアルタイムというか、ほんとここ数日の自分の中の変化があったから、あの、忘れないうちにね、ちょっとここでシェアしたいなと思っております。で、何をシェアしたいかというと、 あのー、私、ま、あのね、自分では自分のことをすごい素直って思っていて、思ったことは基本言うし、まあ、好きなこともやってるし、なんか人間関係も良好だし、なんかね、もうな悩みとかあんまないわ、みたいな感じでいたんですね。あとほら、ライトワーカーの講師もやってるから、何年も。 なので、なんか今さらなんか悩み抱えてるって、ちょっとこ講師としてどうなんていうのも多分 <laughs>、もしかしてあったのかもしれないんだけど、たまたま二日前ぐらいにちょっと自分の中で、なんかすごいものが出てきたんですよ。なんか、すごくなんて言うんだろう。歪んだ自分っていうか、なんか思ってあいものなんか腹の中にね、ねえ、 あって全然きあの全然あのあれ気づかなくってでもやっぱこのね今の時期ってそういうの出てくるじゃないですかどんどんねあの明るみに出てくるっていうかその嘘がつけなくなるっていうかで私の場合はあのね素直なんですけどやっぱね人に対してやっぱ何か自分のき 期待通りりじゃなかったりとかうーんまあ期待というかど,どうなん,ななんて言うのかな何て言えば分かるかななんかで疑いのちょっとでもなんか疑問が出てくるとその相手とのコミュニケーションに関してすぐ疑いのモードに入っていくというかその疑心暗鬼じゃないけどなんかすごく人を斜めから見る <laughs> あの癖が。 あるみたいですでも普段その一緒にいる人には全くないんだけど、うん、でもねやっぱその出会ったばかりの方とかそんなに何て言うのかな出会ってから月日が経ってなくてそんなに関係性ができてない方とかに対しては、うん、な,なんだろうなんかちょっとひねくれた自分っていうかすごく斜めから見てるなっていう自分に気づいて。 で結局それって自分の意識が現実を作ってるわけなのでうんと何だろうそれいらないエネルギーですよねだって結局そういう自分がいるとそういう現実が投影されるわけだから、うん、で私の場合やっぱりそのブロック心のブロックがやっぱまだ少しあってなんかね 騙された自分っていうのが出てきました過去に。何か騙まされたりとかショックを受けた自分人に期待をしてショックを受けた自分っていうのが出てきてで何かいつの間にかそれが何だろう自分が被害者っていうか何かこんな目にあったみたいな感じでなんだろう。本来あの宇宙から見た時に騙すってない ですよ、ね、だまされるってないんですよね。この人にだまされたとかってないっていうかだってだまされたって言ったとしても自分が選んだことっていうかたとえこれは分かりやすい例えだと思うんだけど結婚詐欺だとしても あ私は会ってないよ <laughs>。私は会ってないけど、結婚詐欺だとしても、騙されたってなくないですか自分が、それをチョイスしたっていうだけ。本当は全部自由なのに、うん、騙されたってないっていうか、しつこいね。騙されたってないっていうか <laughs>。でも、やっぱ相手とのその、ただの思いの違い。 なだけ。なので、こちら側としては騙されたっていう、その、捉え方になるし、まあ世間一般に言うと詐欺ってもちろんあるから、ね、騙した側、騙された側って出てくるけど、本来は全くそういうのなくて、みんな自分が自分の意思で選んで、うん、自分で決めてるんですよね。全部。だから、人のせいって本当になくって、 でも、ね、それも私も口ではずっと言ってきたけど、うん、まだあってうんでもそんな自分に気づけてよかったですなんかもっともっと自分にピュアになろうと思いました、うん、そう自分でもっと自分のこと信頼したいし うん、やっぱりね、その疑いの気持ちが入ると何かに対して、やっぱ自分への軸がなくなるし、なんか自信がなくなるっていうか。うん。私なんかいろんなことが曲がって見えてくるから、結構なの <laughs>。なんかいい。ね、全然その宇宙から遠ざかっちゃうんですよね <laughs>。全然ニュートラルじゃないの <laughs>。そう。 でね、うんだからやっぱこの時期そういう自分の中のうんまあ黒いものというかブロックですねうんあのこれからは本当にありのままの自分で生きていく方が本当楽になると思うんですうん自分の感情ハートもハートの声しか聞かなくていいっていうかもう思考は停止なんですよねうん そうですまあ、私もね、つい最近、ちょっと思考優位になってこんなことになっちゃったんだけど、<laughs> なんかガグンって落ちたことがあって、で、なんかちょっとひねくれてみたりとか、うん。まあ、そんな態度には出さないけど、心の中でね、血みたいな、剣 <laughs> みたいな、<laughs> そんな自分が出てきて、よくよく深掘りしてみると、結局過去にその人間関係でうまくいかなかった、そのト,トラウマまではいかないけど、 なんかそのしこりがねまだ残っていてでもそれに気づけたから、うん、もうさっさと手放そうと思ってでまあ自分で言うのもなんだけど私って結構感覚の人間っていう感覚すごい得意なんで、うん、あのそういうしこりがねどんどんもっと手放していけばもっと自分のハートに従って進んでいけるしもっと自分のこと好きになれるしっていう うん、なんか伸びしろを感じちゃいました。はい。なんか最後自慢 <laughs> 私伸びしろあるなみたいな <laughs>。でもねみんな人それぞれあの自分は自分で世界を作ってるし自分が選んでるっていうのを、うん、それはあなたを責めてるわけじゃなくってどんなことも自分で選べるよってことを言いたくて私の私も自身もそうしたいし 私の周りの人もそういうふうに生きてほしいっていうか生きてほしいってちょっとおし落ち着けがましいけどやっぱそういうな感じで楽に自分の心に従ってハートに従って生きていく仲間っていうかなうんっていうのが、うん、増えたらいいなって思いますはいちょっと今日は熱く語っちゃいましたがここまでです <laughs> ではではまあまた次回動画か音声かわかんないけど もしかしたらインスタでねライブ配信するかもしれないんですけどまた聞いてください。ではでは、えー、今日はここまでです。じゃあねー。